富士山メッセの軽カーワールドにやってきました。軽カーエキサイティング、エキサイティング軽カーワールド。富士山メッセのエキサイティング軽カーワールドに来てます。こんにちは。こんにちは。今日は、佐藤さんのとこ見に来ました。見に来ました。帽子会行きました。ああ、はあ、はあ、並んだでしょ。並びました。並びました。2時間疲れました。横ににも会いました。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 握手して写真撮って。よかったですね。イベント会場は動画撮影がちょっと NG みたいなので、ああ、なんかね、写真だけ撮ってきました。で今日、まあ、もう帰るんですけど、リスナーさんにお会いできたので、はい、よかったら自己紹介を。あ、いえいえ、恥ずかしいんで。大丈夫です。車とかバイクとか。あ、バイクで来ました。バイクで来たんですか。ええ、向こうに。遠いじゃないですか。遠いですね。お疲れ様です。じゃあ帰り気をつけて。はい、ありがとうございます。うちの町田ガレージも遊びに来てください。あ、はい、ありがとうございました。失礼します。よろしくお願いします。頑張ってください。気をつけて。あ、今知り合った方、なんとスクーターで秩父から富士市まで。ってことはずっと下道ってことですよね。そうです、ずっと下ですね。4時間ぐらい。4時間ぐらいです。すげえ、気合入ってる。で、綺麗ですね、これ。そうですね。じゃあぜひうちの原付ツーリングにも参加してください。できたら。次、6月11日なんで。よろしくお願いします。はい、じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございます。お友達の方もバイク VT、 そうです。めちゃめちゃ綺麗な。ありがとうございます、うん、あ、そうか、これ初期型か。そうです。あ、で森脇フォーサイトで、はい、秩父、熊谷。いや、秩父。秩父、はい、お疲れ様です。 はい、そして何だろう、スクーターと一緒ってことはちょっと大変でしたね。そうですね。お疲れ様です。早いから大丈夫ですよ。あ、そうです。早いんで。あ、はい。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。これは TW。TW。おー。初期型です。あ、初期型なんですか。はい。じゃあ、キャブの、調整のやつついてるの。あ、そうです、そうです、そうです。こっちにね。赤いやつが。あー、ほんとだ。レアだ。でも、外装はリペイントで綺麗になってますね。あ、ありがとうございます。タイヤもなんか今風のになってるし、これノーマルのタイヤですね。もともとこれなんだっけ、ブロックじゃなかったんだっけ。そう、もともとブロック。久しぶりに見たな、T ダブ。昔いっぱいいたのに。はい、じゃあ大事に乗ってください。はい、ありがとうございます。で、一緒に埼玉から。そうです。お疲れ様でした。はい、どうも。はい、ありがとうございます。いいっす。あれ、これを、こっち違います。違う。あ、こっちなんですか。はい、お疲れ様でした。うちも株仲間いるので、ぜひ遊びに来てください。はい、では、どうも。失礼します。ありがとうございました。
厚木ナンバーの CB90、 この体型からして赤坂くんで間違いないと思う。止まるかな。あ、止まれ止まれ止まれ。おーい赤坂くん。あ、そうです。何やってんだい。ちょっと止まろうよ、この先で。あ、了解です。マフラー職人の赤坂くんです。どうもです。ばったり見かけたので飯食いに来ました。美味しい牛骨ラーメンの誠屋です。ここ来たことある？いや、まあ、初めて会った時一緒に飯食ったもんです。そうだっけ、はい、初めて会った時、はい、覚えてね。忘れちゃったんですか。え、最近みんなもらすやばいよ。赤坂くんの CB90 は 12V 化されてるそうです。で、レアなディスク版。わかったね。あ、ご馳走です。すいません。じゃあ6月11日行けたら行きます。地元なんだから行くしかないでしょ。まあまあまあ、まあ、案内してもらわないと。いや、俺あんまわかんないですよ。あとさ、うんうん、俺昨日から寝てないので。あ、じゃあ帰って寝るよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。おやすみなさい。じゃあこれ見てる方の中でリード80、リード50のチャンバー欲しい方は宣伝はいいから連絡ください。じゃあ失礼します。はい、バイバイ。Mazawa. GDF. Mazawa.